I'm so busy. Hey, what's up, everyone? 忙しいことを表すときに、毎回、I'm busy と言って、ちょっと自分に嫌気がさしたことはありませんか？今日の動画レッスンでは、busy 以外に使えるとても日常的なフレーズをいくつかご紹介します。忙しいは誰でも頻繁に口にするフレーズの一つだと思いますので、今日紹介するフレーズを学んで自分のバリエーションを増やしましょう。日常会話では、I'm busy の代わりによく使われる言い方が、I have a lot to do。Have a lot to do は、やるべきことがたくさんあるを意味し、仕事からプライベートまでやるべき用事がたくさんあることを表します。Have a lot to do はとてもカジュアルな響きがあり、Have a lot to do を Have got a lot to do に置き換えて使うこともできます。しかし日常会話では Have と got を組み合わせて I've got a lot to do と言います。また、やるべき内容を具体的に述べる場合は I have a lot of 何々 to do になります。例えば、やらないといけない仕事がたくさんあるという場合は I have a lot of work to do。やらないといけない宿題が山ほどあるという場合は I have a lot of homework to do になります。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。今日はやることがたくさんあります。I have a lot to do today. 今朝はやらないといけないことがたくさんあります。息子を野球の練習に連れてって、銀行に行って、その後にスーパーにも行かないといけません。I have a lot to do this morning. I have to take my son to baseball practice, go to the bank, and go grocery shopping afterwards. 今週末はやらないといけないことがいっぱいあって、もう宿題がいっぱい溜まってんだよね。I have a lot of catching up to do this weekend. I'm so behind in my homework. 慌ただしい忙しさ、または気が遠くなるほどの忙しさを表す際に使われる表現が。Hectic. Hectic は very busy と同じ意味合いですが、I'm very busy の代わりに、I'm hectic と言ってしまうと、私は慌ただしい人ですになってしまいますので気をつけましょう。この場合は、I'm having a hectic day と言います。また、慌ただしい一日でしたは、I had a hectic day。もしくは、It was a hectic day になります。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。今日は慌ただしい一日だったよ。一日中、顧客の苦情の対応しないといけなくてね。I had a hectic day today. I had to deal with customer complaints all day. すんごい忙しい1ヶ月だったよ。こんなにストレス感じたの、久しぶり。It's been a hectic month. I haven't been this stressed out in a while. この先数日間は予定がぎっしりなので、ランチは来週でもいい？I have a hectic schedule for the next couple days. Can we meet for lunch next week? 仕事などあまりの忙しさに圧倒され、忙殺されていることを表す表現が。Swamped になります。Swamp は本来、水没するを意味する単語ですが、日常会話では非常に忙しいことを表します。また、注文やお問い合わせなどに殺到されたり、人や物が一度にどっと押し寄せてくる意味合いも含まれます。また、swamped は必ず be swamped のように受動形で使われます。日常会話では swamped の代わりに slammed を使う人もいます。I'm swamped もしくは I'm slammed 両方とも非常に忙しいですを表します。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。今仕事に追われてるから、後で電話するね。I'm swamped with work right now. I'll call you back later. 注文が殺到していて、本当に慌ただしい1週間だった。We had a hectic week at work. We were swamped with orders.
旅行から帰ってきてメールが山のように溜まってました。I was swamped with emails when I got back from my trip. あまりにも忙しくて手が離せない状態を表す日常表現が。Tied up になります。Tie up はもともと紐などで縛り付けられた状態を表し、あまりにも忙しくて手が離せない状態を表します。また、あまりにも忙しくて電話に出れなかったり、友達やお客さんに会えなかったりする状況で、何々に拘束されているという意味もなします。それでは例文を3つ聞いて練習しましょう。みんなとランチに行きたいのですが、今は忙しくて手が離せません。I'd love to go to lunch with you guys, but I'm tied up right now. 彼女はただいまミーティング中で手が離せません。どのようなご用件でしょうか？ She's tied up in a meeting right now. May I ask what this call is about? 彼はクライアント対応のため、お昼まで手が空きません。He's tied up with a client until noon. 忙しいを表す英語は、busy 以外にいろいろあります。今日はやることがたくさんありますと言いたい場合は I have a lot to do today. 慌ただしい一日だったは It was a hectic day. うわぁ、もうめっちゃ忙しかったと言いたい場合は I was swamped today. そしてごめん、今手が離せないんだという場合は Sorry, I'm tied up right now になります。私は個人的にHectic をよく使います。I'm very busy もしくは I had a busy day の代わりに I had a hectic day. It's been a hectic day とよく言います。皆さんも今日学んだフレーズから1つ、2つ、3つもしくは4つ全部でもいいのでこれから busy の代わりに今日学んだフレーズをぜひ会話に取り入れてみてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。Thanks for watching today. I know everybody likes to be busy. I mean, it feels good to be busy, right? But one of the best advices I've ever received was be productive, not busy. Have an awesome day, and I will catch you again next week. Take it easy. Peace.